平成15年の問ですね、えー、図のように静電容量 C1C2 および C3 のコンデンサーが接続されている回路があると、えー、スイッチ S がです、ね、開いている時ですね、えー、各コンデンサーの電荷は全てゼロであったと、えー、スイッチ S を閉じると C1 は5マイクロファラットの,のおーコンデンサーにはですね 3.5掛ける10のマイナス4乗クーロンの電荷。だから C2 ですね。これは2.5マイクロファラッドのコンデンサーにはですね、えー、0.5掛ける10のマイナス4乗クーロンの電荷が充電されたと。それじゃあ静電容量 C3 のねマイクロファラッドの値を求めなさいということですな。 はいまあ、ヒントはねこう2つ書いておきました Q イコール CV という公式ですねでそれと C2 と C3 ですねこれ並列ですんでね、えー、これにかかる電圧は等しいというこの2つのねヒントがあれば、えー、そう難しいない問題だと思いますまあこんなのが出るとねラッキーと <laughs> 思われると思いますよね私もそうだったと思いますわ はい、Q CV ですね、これからですね、V2、ね、は C 分の Q2 ということで、えー、C2 のですね、えー、2.5マイクルですね、はい、それで分母が 0.5×10 のマイナス4乗これ20ボルトになりますねで C2 と C3 は並列ですからこれは V2 イコール V3 になりますよね電圧等しくなりますよね。 はい、それから Q3 ですけどねこれは、えー、Q1 からですね、えー、Q2 を引いたもんやとこういうことですねはい、えー、そうするとですね、えー、3.5×10 のマイナス4乗から 0.5×10 のマイナス4乗ですねこれ引いたもんやと 3×10 のマイナス4乗空論ですねはい、えー、これで、えー、Q3 と V3 が出ましたんで C3 出ますわな はいえー、20分の3 × 1 0ス4乗、えー、0 1 5 × 1 0ス4乗ですねこれマイクロにあの直さなきゃいけませんので、えー、これ15マイクロファラッドとこういうことになります。